対象を発見。どう前方敵を感じる。まだまだ行くぜ。強制反応、活動停止、安全は確保。巻き返していきましょう。対象を発見。ラッキー。なかなか崩れんな。衝撃が足りぬのか。ラッキー。警戒態勢を。踊るがいい。警告、エネルギー残量不足。光線反応、活動停止、出力停止。それ光線反応、活動停止。対象を発見。また地面を崩して進むか。それしか選択肢はないだろ。対象を発見。ラッキー。対象を発見。対象を発見。どう？どう？で、はい。ラッキー。対象を発見。やっぱりこれって。お前さっきからどうしたんだ。うん、この鱗紋じゃない紋章、割と最近見た気がするんだよな。敵を発見した。皆さんご注意。恐れず行くぞ。うっせよ。
警告、エネルギー残量分。切れ味抜群。ないよりはマシだ。圧力で。やったぜ、今だ。この借りは返す。対象を発見。ラッキー。対象を発見。ベグワールドの紋章動力ってそんなにすごいの？エレナさんを見ればわかるでしょ。連邦にエレナさんほどの高度なアンドロイドは存在しないわ。アンドロイド技術だけじゃない。ベグワールド宇宙軍だけで連邦艦隊を押しとどめられるのもこの紋章動力技術があってこそよ。おい、今は非常事態だから仕方ないが、ここで見たことは全部忘れろよ。保証はいたしかねます。勘弁しろよ連邦士官。ニーナも理術士の血が騒ぐのはわかるが、変な真似はしないでくれよ。保証はいたしかねます。勘弁しろよ。よっと、うわを発見。あら、なんだかデュマちゃんの元気がないみたい。どうかしたのかしら。前方敵だ。方向反応、活動停止。切れ味抜群。この壁なんだか壊せそうですね。姫、あまり乱暴すぎることは。ここを抜けないとダメなんでしょ。ね、レイ。ほどほどにね。対象を発見。何も。そういうなら問題感なのでわかるね。ネットなんとかでそういう感想って共有できたりしないの？我々は相当派の侵略を防ぐためにここにいる。デュマも危惧していたが、相当派を排除しても別のスコピアムが押し寄せてきたら本末転倒だろう。だから私はここに関しての情報をネットワークに共有する気はない。そっか。あれ？でもそうするとデュマは？対象を発見。紋章動力が近いうちに来ました。ライブルートを省略して来られたみたいだ。このまま進むぞ。バトル！時の一手。
動停止。大人の力を見せてやる。終わったな。戦いに備えろ。蹴散らしてラッキーがいかん。前方敵を確認。遅れを取るなよ。よっよい。強制反応発動。戦闘継続紛争。警告、エネルギー残量が承知しました。ほっ、出力大友の力を見せてやる。静かにしてもらおう。行くぞ。ジェジェ警告、エネルギー残量不足。出力低下、実用低下。異彩承知。そらよ。すまんな。対象を発見。対象を発見。ラッキー。と対象を発見。よもやあれは。うん、間違いないよ。どういうことだ。なぜこれがこんな場所にある。どうしたんですか。そっくりなんです。レビタス石を採掘したニルベスの古代リモン遺跡に。そう言われると。構成反応を検知。警戒態勢を。あ、ファルダール。
素晴らしいとは思わんか、我が子レティシアよ。スコピアムネットワークの広大さを実感するたびに、こうなるまでの我が身の小ささを思い知る。相当派のありようがスコピアムの全てではない。これから全てになる。そのための紋章動力であり相当閣下だ。紹介しよう。ボルドール、この者たちが我々相当派に抗う者たちか。その通りです、相当閣下。レミントン司令。君の顔は知っている。ベネットの部下でケニーの孫だな。なぜこんなことを。連邦法規を犯し、軍や艦艇を私的に運用し、天地さえスコピアムの存在やビープスの事態を隠蔽するなど、連邦法に照らして許されることではありません。全て銀河連邦と宇宙の平和と繁栄のためだ。ケニーの末裔ならばわかるだろう。何をバカだ。かつてロニキス J ケニーは惑星ロークの民と接触し、立ち入り禁止惑星のストリームに踏み入り、惑星ファーゲットとの戦いを勝利に導いた。ブロードシー・ケニーが未開惑星保護条約を破って、惑星エクスペルの連邦加盟の端緒を作った。その結果、連邦の紋章科学は大きく発展した。それは君のおじい様エマーソン提督が重力エンジンの技術を見出したきっかけも同様だったな。法の枠を破ってこそ世界が開かれることは歴史が証明している。今この時、その役目は私にあるのだよ。ケニーにそれを止める権利があるのかね。私は聞くなマリエル、悪党のたわごとだ。ほう、マリエルの先祖たちが法を破ってきたのは、そうしなければ多くの罪のない命が犠牲になるかもしれなかったからだ。お前みたいに私利私欲で人様の財産を奪いに来たバカと一緒にするな。ベグアルド人が連邦切っての名家の罪を擁護するか、傑作だ。その罪は連邦が自情自爆で作り出したもんだろう。連邦のルールの外にいる俺たちには関係ない。レイ、もう大丈夫よ。ありがとう。確かに私の家系は組織に属する軍人としては決して褒められた存在ではなかったかもしれません。だからこそ私はそんな加盟が嫌で、戴冠の日まで連邦法を遵守しようと心に決めてきました。でもあなたなんかにとやかく言われたくないわ。あいつもやったから自分もやっていいなんて子供の理屈並べて恥ずかしくないの。所詮ケニーか。相当閣下、どうやら物理世界での対話だけではこやつらとの意思統合は不可能なようですが、いかがしましょう。銀河連邦の発展にもスコピアムネットワークの進化にも不要な存在だ。紋章動力を取り込むのを邪魔する者たちに容赦はせん。ボルドール、一体あなたは何をしているのです。このような卑小な男に利用されるために星の世界にやってきたのですか。それならそれでよいではないか、我が子レティシアよ。私を止めたいのだろう。敵は小さく弱い方が良いではないか。全てはスコピアムと、そして相当派のためだ。行くぞ。無断するな。実を言うとね、私は相当としてドラークに承認されてからまだ間がないのだよ。だから君たちにも私の相当就任を言う。待ってもらうとしよう。ボルドール、こいつらを投げ払おう。相当閣下、
違いだったか。個体性能の違いはいかんともしがたいな。それが己に忠誠を示し戦った者に対する言葉か。どこまでも見下げ果てた男だ。ここまで来てまだそんなことを言っているのか。スコピアムに忠誠などという概念はない。この私、総統を頂点としたスコピアムネットワーク軍に所属する個体軍、
というだけの話だ。相入れない。どこまでも相当の言葉は私の知るスコピアムと相入れない。もしかしたら父になるかもしれなかったあなたの最後がこんなことになって残念です。でも仇は討ちます。これが進化だ。この宇宙で最も偉大な進化だ。私のこの力のもと銀河連邦の永遠の繁栄が始まるのだ。そんなことは絶対にさせない。レミントン・カーツマン、あなたの野望はここで私が必ず止める。油断大敵。お前のその姿お似合いだぜ。の視界を準備やろう。よもやあれは、うん、間違いないよ。気を抜くなよ。実を言うとな、私が総統としてネットワークに承認されるからまだ間がないのだよ。だから君たちにも私の総統就任を祝ってもらうとしよう。俺どうこいつらをなぎ払え。余裕総統かな。よいっすよい。
み追いつくなよ。出力を落ちたな、ボルドール。ゲラルト兵庫が死ねばさぞ悲しいだ。スコピアムではないものには分かるまい。これこそが私の歩む道だ。そこに迷いはない。せめてもの何かキスとして貴様に引導を渡す。全に包まれた。いい気持ちになってきたぞ。遅いぞ。えおい。冷静なあの個体の視界を翻弄するのは困難だ。これって伸びて頑張らなきゃ。それねえな。いで。そこで。危険な攻撃が来る。しっかりしろ。ライドサイドで冷静であの個体の視界を保っている。生存率低下。大地の力を感じる。まだまだいけますよね。これ以上無敵な感じしません。
活動停止。
相当だ。銀河を滑るスコピアムのその相当なのだ。それがありえん。私なしに連邦の未来は、スコピアムの進化はどうなると。お前がいない方が連邦もスコピアムもよっぽど健全だろうぜ。融合し、これからスコピアムと連邦の理想郷を築くはずだったのに。ボルドール。ボルドールまだ生きて。ニーナさん、ミナ様、あんなになっちゃったらもう。ここじゃスコピアムになったあいつを修理することもできん。諦めるしかない。ベグニスに呼び寄せろ。まだ終わらない。私には相当派スコピアムと銀河連邦を率いる使命が。残念ですが、時間は残されていないようです。相当閣下が、何貴様のような愚物が本当に総統就任を認められたとでも思ったのか。貴様はただの真の総統のためにネットワークを整備する礎に過ぎん。それがネットワークの総意だ。ボルドール、今何を。私やレミントンを倒したところでスコピアムは止まらんぞ。ベグワルドへの侵攻は止めてみせるさ。
対話が可能なスコピアムとは対話をし、連邦の好機を粛清する。スコピアムの謀反はもうこの銀河には起こさせないわ。概念上の相当個体が消失すれば、相当派も徐々に正しいスコピアムの在り方に回帰するだろう。正しい何も分かっておらん。貴様ネミントも何も生命が正しくどうあるべきか。ボルドール、ボルドール、今度こそ死んだのか。個体名ボルドールの生物学的死亡を確認。レミントンの生命活動も停止しています。相当派の進行はひとまず食い止めたと判断します。ならよかったんですけど、こんな遠い場所で散るのが目的だったの？ボルドール、あなたは一体何のために。ベグアルドに侵攻した全軍は艦隊司令部に投降した。全軍投降が恐ろしくスムーズで、不気味さすら感じたよ。スコピアムの特性なんだろうな。総統の不在でネットワークの方針が転換したことで、全個体が公平な立場にあるって状態に戻ったんだ。スコピアムか。こうして自分の目で見たが、未だに信じがたい。レミントン一党の成したことがスコピアムの全てだとは思わないでほしい。だが私自身、スコピアムの元々の融合思想自体がこのような方向に進む危険性をはらんでいたことを見過ごすべきではないとも感じた。俺は相当派を生んだ原因は銀河連邦側にあった気がするぜ。おお。自分の組織の進化のために平和や利点を解いて相手を取り込んで勢力を拡大する。よく似てると思わないか。スコピアムは全個体が平等だが、銀河連邦は組織が拡大すればするほど限られた上層だけが声太る。もともと似た性質の両者が引き合った結果があのレミントンと相当派なんじゃないか。そのようなことはないと言える状況ではないな。銀河連邦はこれから長い時間をかけて体制を見直さなければならなくなるだろう。投降した士官たちの処分はどうなるのでしょうか。レミントンに従わざるを得なかったのがスコピアムと融合していたせいだと言い出したら、現行法では違法性を問えなくなる可能性もある。ベグアルド惑星政府はスコピアムがどうこうなんてまるで把握してねえからな。和平交渉は荒れるぜ。承知しています。私はこの事態を収束させるための責任者になるでしょう。ご子息の持つデータは貴重です。どうかベグアルドと連邦双方の未来のためにお力を貸してください。せいぜいうまく機嫌を取ってくれよ。俺は商売人だからよ。心します。レイモンド艦長、改めて礼を言わせてくれ。君たちの戦いと働きによって連邦は襟を正す機会を得た。俺たちは自分のために行動しただけだ。だとしても連邦がギリギリのところで踏みとどまれたのは君たちのおかげだ。ところでマリエル中尉、君たちからもらったスコピアムのデータにはアスター4号星に不時着した惑星ビープスの軍人のものがあると。確かアスター4号星は未開惑星だろ。それはその、そこに君の正義があったんだろ。君が守るべきと判断し、すでにレミントンが失っていたかつての連邦の正義が。
ですが、それが連邦法を破る理由になってはいけないと思います。未開惑星保護条約違反はもちろん、輸送艦秋月を強奪した件についても私は連邦法に照らし裁かれるべきです。それはその通りだな。おい、軍人は力を持つがゆえに結果往来だからといって許されてはいけないんだ。だからってよ。だが今の連邦は君を軍法会議にかけられる状況じゃない。しかるべき時期が来るまでは君の立場は私が預からせてもらう。今は仲間と共にいろ。一連の経緯を鑑みれば、君の行いには常に理と正義があった。ご加盟に恥じぬ働きであったと私は評価する。そのことはいずれ開かれる軍法会議で重要な資料となるだろう。提督、逃げないでくれよ。ガタガタになってしまった今の連邦は君のような優秀な人材を失うわけにはいかない。はい。アスター4号星については監視対象惑星とすることを視野に入れることになるだろう。あなたはアスター4号星にある国の王族だとか。監視対象とはどういうことですか。後で私が説明します。今の連邦にその判断をする資格があるのかも含めて。君たちはこの後どうするのだ。掃討派は瓦解して故郷の危機も去った。それにボルドールも倒した。そうでしたね。私たちが宇宙に出た理由は。俺たちの旅は終わりだ。お姫様を王国に凱旋させなきゃな。そういえば最近めっきりウェルチのやつから連絡がないな。探してるもう片方の指輪は結局どうなったんだ。くそ、音沙汰ないとそれはそれで気になるな。たまにはディベルに様子見に行ってみるか。また来るぜ。なんだ、二分丸。くっ、海玉岩穴には変な奴らがたくさん入っていて危険だ。奴らを追うならここで準備していった方がいい。ちゃんと準備しなくて大丈夫か。サンキュー。この事態の終結にはベグアルドの協力が不可欠。この事態の終結にはまだ掃討派の残党が活動しているそうだ。まだ掃討